はいどうも、ビップです。やっていきましょう。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。はい、ということで本日なんですけども、ついに来ました。西川春樹盗塁企画です。はい。ですね、簡単に企画説明します。これ聞いてください。大事なんで。まず、今からリアタイをします。で、西川選手を1番に置きます。そして、西川選手を塁に出て盗塁します。だけの動画にします。はい、わかります、言ってること。だから他は全部カットします。なので西川選手が出塁しないとその動画は成立しない、いやその試合は成立しないということになるんですよね。なのではい失敗したってなったら僕一回録画切って一試合消費します。でまた次の試合で西川選手を使ってみたいな感じにします。まあ1試合で2打席回ってきたらラッキーなんでまた撮りますけど、その時はまあ結構多分この動画時間かかるんじゃないかな、作るのに撮影時間がね。でまあ趣旨は西川選手はまあこれ盗塁ね、特殊能力5まで上げてるんで、まあ発生しろ発生しないにしろ西川選手走力88ありますんで、まあ 100% 成功するのかっていう企画なんですよね。まあ、厳選されたら終わりですよ。まあ、それは仕方ないんですけども、それでね、また次の西川選手までまた動画撮り直しなんですが、まあ、それをね、何個か集めて、そうやな、10回ぐらいはチャレンジしたいよね。10回ぐらいはチャレンジしたいよね。10回ぐらいはチャレンジしたいよね。動画長くなりすぎるんやったら、例えば西川選手がヒットを打つまでに例えば1分とかかかって、盗塁までに1分とかかかったら2分かかってしまうんで、そうなるとやっぱり10分ちょっとやったらまあ5星10分ちょっとやったら5試合ぐらいしかできないかな。まあ、それはちょっとね動画撮りながら考えようかなと思ってますんで、まあ、とりあえずやっていきましょうか。まあ多分かなり警戒されると思うけどね、西川選手出塁したら。まあ、ちょっと試しに試合やっていきます。はい始まりました。先行です。ラッキー先行です。高校やったら1回ちょっと録画やめてやらないといけなかったですからね。よーし、とりあえず出塁。しかもタンだ。しかもタンだね。二塁打打ったらもう盗塁できないから。おぶねえ。いや、フォアボールでもいいけどね。あ、いいよいいよいいよ。フォアボールでもいいよ。来たんじゃんこれ。よーし。一発目から、一発目から企画成功しそう。行きます。速攻走ります。え、マジか。じゃ走ります。ノーマルどう？はい失敗です。はいということで2試合目です。はいめっちゃ待ったわほんまに。これ2試合目回ってこなかったんですよ、さっき2打席目。鬼畜やわこの企画、めっちゃしんどい。ちょっとほんまにやめようかな。これしかも西川選手出塁できなかったら終わりですしね。うわキッズ、これいつ登るシーンだぞ。来たんちゃん、よし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 。まあないでしょ牽制は。まあないでしょ牽制。来た、グレート、よーし成功です。はい成功しましたね。どうしよう、三投しようかな。けど今盗塁出なかったっすよね。まあとりあえず次の西川選手までまたカットします。ごめんなさい、これ土着そ時間かかる、土着そ時間かかるわ。今ねだってね、今2試合取ったんですよね。でその2試合だけでもう10分超えました。さっきしかも追いつかれて、裏で3対0から3表で追いつかれて3対3になって、裏でサヨナラホームランで終わったんですけど、西川選手回ってこなかったんで坂本選手決まったんで、まあ、結果にしろ今ね2試合やって西川選手、まあ、どっちとも出塁して、あ、じゃあ2分の1で成功なんで、まあ半々なんですけど、もうちょっと土着数時間かかるんで、もういつか普通にリアタイでなんとか西川選手出ますんで、もう1回ね3試合目西川選手ターンダーで出てもう1回盗塁成功させたら、まあ 80% ぐらいは成功するんじゃないかなと思いますんで、グレートさえ出れば多分西川選手全部成功するんですよ。グッドでも多分成功すると思う多分。だからちょっと若干趣旨変わるけど、ちょっと1試合ねもう1回リアタイします。はいじゃあ行きます。はいじゃあやっていきましょう。高校ですね。はい相手の方かなり強い方やったな。もうこれねさっきも思ったんですよ、もうストレートめっちゃ打たれるわ、無理ですわ、もう普通のリアタイの表示ありは。今日ね生放送終わった後にこれ撮ってるんですよ。生放送まあ4000人近くの方が来てくれて、そのねあまあ、4000人いってないごめん、3700800ぐらいで思ったんですけど、非表示じゃないとやっぱ打たれますわ。非表示はねまだ全然大丈夫、やっぱり全然点差がつかない本当に。非表示は、あ高い高い高い、ストレート待ってるんでしょこれも多分。見といてくださいねストレート、多分ポテンヒットとかその辺打たれますよ。あらワンシームいきます。ちょっと生放送でね集中力切れてるんで、うわきっちーきっちすぎ打ち、トシヤ
取れるでしょ。うおいおい、これは福留選手じゃないとガン言ってますわ。ガン言うとこで初球のストレート注意ね。いやーこれあかん、これフラン絶対、うん、もうスライダーもね全部見極められるんだよ。もうでカットボールをホームラン打たれるんですよ。あ大丈夫。非表示はカットボール打たれるイメージがありますね僕も。でこれは浅村選手広角打法出なかったんで外角線いってみましょうか。ただ外角も非表示だったら打たれへんけどこれだと打たれる、うん。危ね、広角打法出てた、行かれとったな今。何投げたいか分かんないですもんね今のリアタイって。ほんまにいやきついわほんまに、何投げたいか分からん。うわスライダー行かれるんやろなこれ。うわこれ打てない球ある、教えて。うわしかも電子なこれ、これ打てない球あるんかな。あかんわ。うわなんか西川選手の企画なしでなんかちょっと勝ちたいなこれ、単純に強い方なんで。ここをどう打ち取るか、そうですね、ここは踏ん張りたいところ。イエーイイエ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 イって言うてね、うん。非表示しとこ、とりあえず塁に出ないと意味ないんで、ツーベースじゃ意味ないよ。足速いからねツーなりがちなのね。わかるね、ストレートとツーシームの回転、これツーシームでしょ。おっしゃ、あやばい、やってもうた、ごめんなさいごめんなさい、全国民に謝ります、ごめんなさい。打つつもりなかった、ホームラン打つつもりはなかったんです、ごめんなさい。ここでちょっと西川選手まで回ってこささないといけないよね。けど回したらあれか、もう終わっちゃうんか。もう非表示楽勝すぎて困るわマジで、とか言うて負けるパターンね、ごめんなさいね。あけど柳田選手盗塁企画の企画変更してもよかったら総力 A は成功するのか的なね、うん。終わってまいそうこれで。はい2試合目来ましたってことでね、さっきの試合ですけども結構3対1で表ホームラン打たれてね、結構追いつかれそうでした、危なかったですけど、追いつかれたら西川選手回ってきたんでよかったんですけどね。まあとりあえずさっきの試合勝ってよかったと、はい参られてます。しかも僕の大好きな藤波選手、ここは塁出たいよ。タンだねタンだ、さっきホームラン打ってしまったから。やってもうたごめん、3投します。いや3投はきついよな、表やからちょっとねボコボコに打たして、でもう一回西川選手回すんで。今のなかったことです。すみません。ちょっとボーボーちゃんと打ちます。ちゃんと打ちます。なおもチャンスが続きます。まあこの先生のチャンスをしっかりともらって。よし。うわあ。やばいやばい。ちょっとせめて6番ぐらいまで回しとかないと思って回ってこないよ。ちゃんと狙い球絞って。リップ。よし。よしよし。とりあえず行ってんね。よしよし。無理すんな。無理すんな。オッケー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 。で阿部選手5番なんで、あと1番ぐらい回しておきたいな。藤波選手アニバで出たら僕極みになるんでね、ぜひアニバで出てほしい藤波選手。おいオッケーオッケー、いいよよし。阿部選手は無理しなくていい、大丈夫大丈夫。うわシャー言うてる、まあけどこれ煽りじゃないんで、はい僕気持ちよく受け止めてます、はい気持ちいいです。ヒットでいい、タンダでいい、タンダでいい、セカンドベース上げたらいいね、タンダで1タンダにしよう。よし平井選手か、あんま分からん、来たんちゃう、うわー3投します、ビップ3投します、これは3投します、企画おもんないんで。ちょっとファール打つ、ホームスチールします、ビップホームスチールします。あーミスったってことで、どうですか、もう西川選手の盗塁は成功するということでいいですか。はいってことでね、ちょっと適当な感じになりましたけど、またちょっとおいおい西川選手入れてやってみたいと思いますんで、まあ、西川選手の盗塁は 100% 成功する。